みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。待ちなさい。それが豪炎寺君だという確証はないのよ。絶対に豪炎寺です。あいつがいるのは、たとえ地球の裏側だっていきます。豪炎寺、監督が先に行って探してるんですよね。そのはずだけど、まだ連絡はないわ。豪炎寺さんに会ったら、ファイアトルネード受けてみたいです。そうか。でもあいつのシュートはそう簡単には止められないぜ。本当に豪炎寺くんなのかな。俺は信じたいね、奴との再会を。輝く太陽、青い海、まるでうちの二人を祝福してるようやね、ダーリン。小暮くん、なに、どうしたの。見ろ、ベンチでうとうとしてたらこれだ。小暮くん、待て、こら、小暮。本船は次の停泊地、阿賀島島に到着します。ご乗船お疲れ様でした。くせ、津波ブースト。次はどのポイントへ行こうかな。うぅ、暑いっすね。うおー、サンゴですよ、サンゴ。あんなにたくさん。メガネさん、そんなに乗り出したら危ないっすよ。メガネさん、先輩。まったく。いや、あまりにサンゴが美しいんで。気をつけてくれよ。ありがとう。君はメガネの命の恩人だ。よせよ、礼を言われるほどじゃねえって。そうですよ、僕だって泳げるんですから。バカ野郎。海を甘く見んな。海は命が生まれるところだ。命を落とされちゃたまんねえよ。ま、とにかくさ、無事で何よりだ。あ、
じゃあな。次の船は明日？まさか1日1便とはな。あんたのせいやで。そんな、僕も被害者ですよ。あんたは自業自得やろ。今日はこの島に泊まるしかないわね。よし、練習するぞ。え？練習ってどこで？さあやるぞ。やる気さえあればそこがフィールドだ。ああ、行くぞ、エンド。よし、来い。パッと開かず、グッと握ってダン。ドカーン。まただ。ギューンって何なんだろう。焦るな、エンド。究極奥義と名付けられた技だ。簡単には覚えられるはずがない。そうだな、究極奥義身につけたらどんなすげえシュートだって防げるんだろうな。絶対覚えてみせるぜ。あれは？ん？よう、また会ったな。お？サッカーって砂浜でもやるもんなのか？まあいいか。頑張れよ。海から飛んできた？どこ？マジンザハンド！エリア学園には通用しない。リカ。ん？なんや？私とバタフライドリームやってみないか。はあ？なんであんたとやらなあかんの？私たちも強くならないとダメなんだ。そうだな。攻撃のバリエーションが増えれば作戦の幅も広がる。あかんあかん、あれはうちとダーリンのラブラブ技や。まだ一度もできてないけどね。せやせや、ダーリンが許さへんわ。なあダーリン、いいんじゃないか。やってみなよね。やるやる、ええ考えや。さすがダーリン、目の付けどころが違うわ。ほらほら、何グズグズしとんねん。トーカー、さっさと練習やるで。あの二人でうまくいきますかね。意外に合うかもね。行くでトーカー。あ、バタフライエーゴ！ミスター！焦りすぎやわ。わっ！ごめん、怪我しなかったか？これ、蹴ったの誰だ？私だけど。サンキュー。は？ちょうどいい波の立つ時間なんだ。危うく寝過ごすところだったぜ。大丈夫なのか？ああ、いいっていいって。んなことは海の広さに比べりゃちっぽけな話だ。じゃな。なんなんだあいつ。これは面白かったか、グラン。何のことだい？とぼけちゃってよ。ライモンとやり合ったみたいだね。ザ・ジェネシスの名のもとに。
あれはただのお遊びさ。ほう。興味深いと思わないか？ライモンイレブンは。特に遠藤守。彼は面白い。軽くひねり潰した相手がか。君も戦えばわかるさ。確かに今は、君たちガイアが栄光あるジェネシスの地位についているが、油断はしない方がいい。忠告として聞いておこう。すぐに俺たちプロミネンスがその座を奪ってやるぜ。それはどうかな。我々ダイヤモンドダストも引き下がるつもりはないよ。遠藤守。行くぜ、トーコ。いいよ、リカ。バタフライドリーム。したぜ。急にボールが飛んできやがってよ。ねえ君、サッカーやってるのか？そんなもん一回もねえよ。一回もサッカーやってみないか？あ、あんなすごいキックができるんだ。やったらすっげえ楽しいぜ。冗談はよせよ。俺はサーファーだぜ。でもさ、ちょっとくらい。悪いな、興味ねえんだ。あ、そっか。やらなくて正解だ。ド素人がいきなり俺たちのレベルについてこられるはずがないからな。何？いくら身体能力が優れていようと、やったことのないものがすぐにできるほどサッカーは簡単じゃない。へっ、さっきの見ただろ。ちゃんと蹴り返したじゃねえか。一度だけな。兄ちゃん、よし、決めた。おい、サッカーやってやるぜ。本当か？ああ、この俺様に二言はねえ。そうか、歓迎するぜ。名前は？俺は津波、津波丈介だ。皆様、さあ、練習再開だ。よし、行くぜ。あそこに蹴り込みゃいいんだろ。なんてキック力だ。すげえ、すごいじゃないか、津波。へえ、だろ。自信ありそうじゃん。ま、サーフィンに比べりゃサッカーなんてどうってことねえよ。サッカーだってそんなに甘くないよ。どうだかな。何そんなに見つめてんの？ふん、やっぱりね。え？何？えってえって。津波！呼んだか？シュート打て！おう！こりゃ！くそー、ミスったぜ。ほらね。甘くないだろ。津波、もう一度だ。おう、行くぜ。な、何？全然ダメじゃないの。蹴るだけがサッカーじゃないからね。ちくしょう、なかなか思い通りにいかねえもんだな。タイミングを測れ。ボールは常に動いてるんだ。タイミングか。よし。今度はこっちか。行くで。今だ。おりゃ、よし、届いたぜ。
何？逆か！津波！いざ！津波！驚いたな。もうできるようになってるよ。波の運動神経じゃないわね。リカ！よっしゃ、決めたる！ありゃー！その寄せて引く。ボールは常に動いている。波を待つのと同じスリルだ。あんたには負けないぜ、津波。あの二人ええ感じや。もう一度シュートだ。どうか、今度こそ決めるで。ああ、バタフライドリーム。あれ、なんじゃこりゃ。できたな、バタフライドリーム。ヒュー、やるじゃねえか。津波、今度はお前の番だ。あ、津波！当たりよ！いただけ！くそ！まだまだ、諦めねえぜ。なぜ津波さんにシュートさせようとするんだろう。何を考えてるんです、木戸さん。立ち向かい！しまった！ドリブルなんてめんどくせえ。ゴールに入れるならどっから蹴ったって同じだ。おりゃー、さらにブースト。止めろ、遠藤。そうか、機動さんはこのために。パッと開かず、グッと握ってダン。ギュン。なんだ、簡単にできちまったな。やっぱ俺って天才だわ。すげえ、ほんとすげえよ、津波。へっ、見たか、これが俺の津波ブーストだ。しかし、けったいなやつやったな、津波って。でも、悪いやつじゃないと思うね。気ぃつけや、南国の男はやけどするで。はぁ、あいつ飲み込みが早かったな。天性のバランス感覚とズバ抜けた運動神経の持ち主だね。すごいシュートだったぜ、あの津波ブースト。そういえば遠藤さん、あの時の正義の鉄拳はどうやったんですか？ん？何か感じが違ってました。とっさだったからな。何かのヒントになったんじゃないか。邪魔すっぜ。津波、これ食わせてやろうと思って釣ってきたぜ。ありがとう。すっげー。さ、遠慮なく食え。サンキュー、津波。いただきます。うめえ。やっぱり取れたては鮮度が違うわね。お前らどっから来た？どこの学校だ？ライモン中だよ。フットボールフロンティア優勝のって言っても知らないか。ああ、知らねえ。ありがとう、津波。あ、バタフライドリームが打てたのはあんたのおかげだ。それうちのおかげやな。そうか、
なんだか知らないが、役に立ったんならよかったな。あ。なあ、津波はこの島の中学な。いや、ここにはサーフィンに来てるだけさ。住んでるのは沖縄だ。へえ、歳いくつな？15。15歳か。ガチキなトークやったら年上がええかもな。あ、どうしたみんな。15歳ということは、3年生？ん？言わなかったっけ？あの、すいません。知らなかったものですから、年上だった、でしたとは、津波さんが。いいっていいって。そんなこと海の広さに比べりゃ、ちっぽけな話だ。タメ口で頼むぜ。うん。おいおい、ノリが悪いな。堅苦しいのは抜きでよろしく。な。改めてよろしくな、津波。あっ。いよいよ沖縄だな。ああ、待ってろよ、ゴーエンジ。ほほう、そうですか。いかがいたしましょう。結論を出すべき時が近づいているということですかね。やる気さえあれば、そこがフィールドだ。以上。